はいみなさんこんにちはレクセン2講師の森山ですこれができたら受かる森山クラス復習体験、えー、こちらの方を始めていきたいと思います、えー、これから司法書士の勉強を始めようという方は非常にこう難関試験ですからどのように復習すればいいのか不安もあると思います またですね講義の方ついていけるのか復習できるのかそのような不安もあると思いますからぜひ、この動画の方でこういうふうに復習するんだというふうに理解をしていただきたいという,ふうに思いますで私のクラスはですねこのような携帯司法書士という私が執筆した復習用教材こちらを完備しておりますから多くの方が復習しやすいというふうに言っております。 で実際にこのテキストを繰り返し繰り返し勉強して1回で受かった方というのがたくさんおりますですから皆さんもこの携帯使用書士どのように使えばいいのか講義の復習としてどのようにリンクしているのかそのようなことを体験していただきたいというふうふに思います。 まずえ私の方が実際の講義を15分していきます。ですからこちらの方ちょっと頑張って聞いてみてくださいね。えその後5分間復習タイムを取っていきますから、あ実際の講義を聞いて復習するそのようなつもりでえぜひ本気でえ取り組んでいただければという風に思います。では講義の方始めていきましょう。 では、えー、今回はですね、えー、代理についてお話をしていきたいと思います、えー、民法の分野からあ代理という重要な項目こちらお話をしていくことになります、えー、代理というものをまず基本からお話をすると本人代理人相手方 このように3者が出てきます法律関係というのは2者が出てくるうちはまだ簡単なんですが3者が出てくると非常にややこしくなりますですから代理のところはです、ね、民法、総則の中でも非常にこう理解が難しい分野ですが頑張ってこなしていただければと思います。私のクラスでは本人が A 代理人がが A 代理 B 相手方が、C、といった形で統一的にお話をしていきますですから、頭の中にですね A さん、B さん、C さん A さんが本人だあ、B さんが代理人だ、C さんが相手方だとまずはきちんと頭に入れてくださいね、それから勉強するときのコツとして必ず同じ三角形をイメージすること、え本試験でもですね A さん、B さん、C さんこの形で、えー、上に本人、えー、左下に代理人、で右下に 相手方を書くことによってもう見ただけであこれ代理の図なんだあこれ A さんが本人なんだなとうう理解できますのでこの図を書くということも非常に大事ですね。では一体代理というものは何なのかというと代理人 B さんが A さんの代理人として相手方と契約をします。 例えば A がですね不動産売りたいという,ふうに思ったときに不動産を売却するという経験はなかなかないわけですですからプロの代理人に頼みたいプロにお願いしたいなんていうことで B さんに私の不動産を売ってくれませんかということで代理権を与えるわけですねそうすると B さんが A さんの代理人として相手方と契約を結ぶ。 B さんはですね C さんという不動産を買ってくれる人を探して A さんの代理人です A さんの不動産を売りたいんですけどあ,あそれなら買いますよなんて契約をするわけですよそうすると B と C で売買契約は成立しますこの売買契約は成立するんですがその契約の効果というのは A と C 本人と相手方の間に帰属することになります えつまり、普通はですね契約を結んだ者同士で、えー、債権が発生するつまりお金の支払い義務が発生したり、えー、不動産の所有権が移転したりしますが代理人の場合は本人のために契約をしておりますから B と C で結んだ契約の効果が A と C の間に発生します。例えば B が A の代理人として不動産を C に売った場合には不動産の所有権土地の所有権は A から C に直接移転することになる。 えそれからお金の支払い義務は相手方から本人にお金を支払うことになります。えそれから不動産の引き渡し義務なんかも本人と相手方の間に移転します。えこのようにですね、えー、本人が まあ普通は自分で契約をするんですがあ自分で契約をしないで代理人にやってもらいたいという制度のことを代理というわけですねえ本人が忙しかったり能力がなかったりした時にはあ代理人を使って契約をしていくえこのようなことが実際にもあってえ民法できちんとその要件効果が決まっているんですねで。代理というのはきちんと効果が発生すれば B と C で結んだ契約の効果が A と C の間で発生するんだこれがポイントになっていくわけです。 そのための要件がこちらに書いてありますがあ今回の講義ではこの中の丸 ③ 番代理人が本人のためにすることを示して意思表示をしまたは相手方の意思表示を受領するという懸命という要件についてお話をしていきたいと思いますえこの B がですね A の代理人として懸命をしていくえその懸命というのがなければあ AC 間で効果発生しないんだということになるわけです はいえー、ではこちらえ剣、ー、名の勉強に進んでいきたいと思いますえー、必ずこういう勉強をするときに先ほどお話した通り A B C と頭の中でイメージをしてくださいねえ剣、ー、名というのは何か剣名、えー、の意義存在理由です、えー、代理人が代理行為をする場合には本人のためにすることを示してすること剣名を要するえー、ここえー、大事です、えー、B が A のためにするんだ私は A の代理人なんだというふうにきちんと その名を示す A の名前を出すことが必要になっていくわけですね B が名前も出さないで相手方と契約をしていってもその効果というものは本人に帰属することはありません契約の効果をですね本人に追わせることはできないどうしてこの件名が必要なのかというと理由がこちらに書いてあります件名が要求される実質的な理由は 代理においては代理人の行為の効果が全面的に他人なら本人に帰属することになるからあその効果帰属主体を明らかにすることによって相手方の期待を裏切らないように持って取引の安全を図るためだというふうに書いてあります相手方のためだということですね相手方のためでどうして懸命をすることが相手方のためなのかということになりますが例えば C がいますこちらにいつも C がいるんですねえこの C が不動産売ります とという時に例えば B と契約をしますで B が「私は A の代理人、A、B です」と言って契約を結ぶことによって初めて AC 化に効果が帰属するんだというお話ではあるんですがもし B が懸命をしないとどうでしょう相手方 C はまさか B と契約を結んだら A と契約を結んだことになるこの人が A の代理人なんだってことをわからないわけですよね。そうすすると C はあ、B さんすごいお金持ち えあの人に不動産売れば絶対金の支払いよねっていうふうに思ってえ B さんと契約結びましたえ B は A の名前出さないわけですそうすると相手方からすればですねああ B さんがお金払ってくれるんだなんて期待をしているそしたら B さんお金払ってくださいって請求したら B がこう言うわけです何言ってるんですか C さん私は A の代理人ですよお金払うの A ですよで C はふざけんなって言いますよねだったら最初から言えよと。 だから懸命が必要になるわけですお金というのはお金の支払いというのは人によって金払いがいいとか悪いとかあるいはお金が払えない視力だとかいうこともあるわけです。ですから相手から,からすればですね誰がお金を払ってくれるんだ誰が自分の契約の相手になるんだっていうのが契約段階で分かってないと困るわけです。 B が A の名前を出さないで契約をしてしまったら相手方からすればその B さん自身がお金を払ってくれる B さん自身との取引だというふうに思うに決まってるわけですよですから B が A の名前を出すことによって相手方が初めて有効な取引安心して取引をすることができるわけです B が A の代理人 B だというふうに B が言ったとしたらあこの人と契約をすれば A との契約になるんだな お金を A が払ってくれるんだなこれで安心して取引をすることができるわけですねこれがま懸命が必要な理由になりますブレイクするテキストはこういうふうに覚えなければいけないことも書いてあってその理由も書いてありますねこの理由でしっかりこの懸命が必要なことを覚えてくださいでは懸命というのはどのように行えばいいのかというこの懸命の方法認定なんですが A 代理人 B というふうに書面上表示することによって件名を行うのが原則だということになります。まあ、書面でやるるかかかどうううとともかく A のの代理人 B というふにうに名乗るのが原則になりますですから例えば従業員なんかがですね私はどこどこの誰々ですみたいな感じで A の代理人 B ですよう,うに名乗っていく例えば私がよく代理の例で挙げるのが A が三河屋さんです B がサブちゃんですね。 で、えー、三河屋さんでででで働いてますすす C がささんんよですからサザエさんと取引するときに、えー、三河屋の代理人のサブちゃんです、まあ、実際にはそんなこと言いませんがあそういうふうに言うことによって相手方、サザエさんはあこの人と契約を結べばあこの人との個人的な契約ではなくサブちゃんとの個人的な契約ではなく三河屋さんとの契約になるんだなというふうにわかるわけですね。 えー、三河屋から来たあその代理人の B ですなんていうふうに名乗ってことによって、えー、今目の前にいる人は B だけれどもこの人と契約を結べば A と契約を結んだことになるんだとこういうふうにわかるわけですただ A 代理人 B というふうに、えー、言わなければいけないわけではありません、えー、ここ見てください変則的形態と書いてあります、えー、代理人が A 代理人 B というふうに生じせずあたかも 本人自身がなすかのようにえ書面に A と記載し A の印、e、を押すという方法えこれがあ用いられることがあります。B が A ととと名乗るるんですですここれでも賢明にないいうことを押さえてください相,手からが相手方からすれば B が誰かというよりは実際にお金を払ってくれるえ取引相手になる A の名前が大事なんですね。えですから A の名前を出すだけで懸命になるんだ。 相手方からすればあ A の名前が知れればいいので、正直この窓口にいる B さん、えー、目の前にいる B さんが誰かはいいんですよえ。ですから B ではなくて A の名前を示せばそれだけで賢明になるんだというふうに、えー、押さえてください、えー。サザエさん見ててもですね、えー、この B さんサブちゃんがですね、えー、三河屋のサブですと言わずに三河屋ですって来ることがあります。これで十分に賢明になっているし、 佐々井さんからすればあ三河屋ですと B が言ってくれたことできちんと三河屋さん A さんとの契約になってるんだということを確認しておいてくださいでは最後に代理人が懸命しない場合にはどのようなことになるのかというのを押さえていきます代理人が代理意を表示しない場合つまり懸命しない場合にはその代理行為は あ代理人がですね事故のためにしたものとみなされるんだ表依者代理人ですね代理人が自分のためにしたものとみなされるんだ B と C との間の契約になるんだってことですこれは相手方のためです相手方はあ B がですね A の名前を示さなかったもんだから B との取引になるというふうに思ってるわけですその C さんを保護するために BC 間の契約になってしまうんだ C がお金を払ってくれるのは B なんだと思っている以上 BC 間の契約にすることによって相手方を保護していこうこういうことなんですね。ってことは C さん保護のためであれば C さんを保護する理由がなければ別に懸命がなくったって AC 間の契約にしてしまって構わないということになるわけです。それがこちらよろしいですか 明らかな懸命のない場合であったとしても相手方が代理人が本人のためにすることを知りあるいは知ることができようない時には代理の効果が生じるつまり AC 間の効果になるということです。 えー、相手方のためってことは別に相手方を保護する理由がない相手方がいや別に懸命がなくたって分かってるよっていうのであれば別に懸命いらないわけですよですからそのような場合には懸命がなくたって、えー、C と A との契約にしてしまっていいんだということです例えばサザエさんであれば三河屋さんがこんにちはっつって来ますよサブちゃんがこんにちはって来ます懸命ないです 懸命ないけれども、あ、三カヤさんのサブちゃんだ。えー、この人と契約を結べば、三カヤさんとの契約になるんだって相手方が分かってるような場面であれば、懸命がなかったとしても、えー、B と C、サブちゃんとサザエさんの、えー、個人的な契約ではなく、きちんと三カヤさんとの契約になるんだということになります。相手方のための要件だから、相手方が知ってるよというふうに保護する必要がないときには、あこの… これは適用されずに BC 化の契約になるということは適用されずにきちんと本人との効果が帰続するんだただちょっと注意しておくのが知るときだけではなくて知ることができたときたまたまその人は知らなかったかもしれないけど C さんは知らなかったかもしれないけど一般的には知ることができる一般的には知ることができるようなときにもえ AC 化の契約の効果になるんだよということを押さえておいてください。 こちらが県名のすべてということになりましたはいこれで講義が終わりになりますこちらを今からしっかり復習していきましょう今日はですね県名についてお話をしました県名のところこれから皆さんにしっかり復習して覚えてもらいます はい、えー、それではここから復習タイムに入ります今15分ほど、えー、講義を聞いていただきましたあ実際にこのように講義を皆さんに聞いていただきますがあ講義で理解をするまずがこれが第一ですねですから先ほどの講義では懸名の意義だとかあそういうものについてお話をしましたがこれをしっかり頭に入れていく。 それをしていかなければ試験に受かることはありません逆に言うと講義を一回一回聞いてしっかり頭に入れていけば試験に受かるわけですよねですから、そのしっかり頭に入れていくこの復習タイムもしてもらいます。 でこちら、ですね携帯使用書士、これを使って今から復習をしてもらいます、で私のクラスでは皆さんにこの携帯使用書士をご用意してもらって、これでしっかり覚えてもらっております、この携帯使用書士の方は、ここは覚えることというのがしっかり書いてあります、講義で理解したことをこちらで覚えてもらう、でこの携帯使用書士の方は、赤シートを使って、キーワードを消すことができます。 えー、その消したキーワードをです、ねえー、頭に思い出すような努力をしてもらうことによって、えー、これがですね効率的に、えー、記憶をすることができますですから皆さんにその体験をしていただくことになります今から画面に携帯司法書士のですね、えー、まあ、講義でやった該当画面を出していきますからあそちらを使って画面に出ていることをしっかり、えー、覚えてください。でその後 穴埋めのですねこの赤シートで消したような感じで実際、キーワードを消していきますからそこに一緒に皆さんと私で一緒にですねキーワードを入れていくことにしましょうまずは今から携帯詞を書出しますからしっかり、まずはその文章を頭に入れてください。どうぞ はい、えー、では今から復習タイムです、こちらが携帯司法書士のこの暗記のページになりますね、えー、講義でお話をした件名の部分が3つの文書になっておりますから、あこの文書を今から2分半取りますので、しっかり覚えてください、で、えー、このですね赤い文字がキーワードになっております、これが実際の携帯司法書士では赤シートをかぶす,かぶすとです、ねえー、消えます、ですからこちらを後で消していきますから、まずはあそれも意識しながら、この文書を覚えてください、どうぞ。 はいしっかり覚えたでしょうかこちらが赤シートをかぶせて消えたバージョンになりますでは一緒に見ていきましょう代理人は本人に効果を帰属させる意思を表示してする必要がある本人の名前を出す必要がありますねこれを「件名」と言いました入ったでしょうか2番目です原則的には A の名前を出す必要がありますから A 代理人 B A 代理人 B と表示することが必要でしたが本人の名前だけを A と表示する方法でも良いえ講義の中でお話をしましたえこういうふうに、えー、短文でしっかり覚えてくださいね3番です件名がないときにはその法律効果の効果は誰々に帰属せず本人に帰属しない本人 A に帰属しないんでしたねで、代理人に帰属するということになりますただあこれには例外があってこれはあだい相手方のための要件ですから ししかし代理人が本人のためにすることを相手方が知っていた場合または知ることができたような場合には、えー、こちら、えー「何々に帰属する」これは本人に帰属するではこのように復習をしたところで実際に復習ができているのかどうか、えー、本試験の問題があ解けるかどうかチャレンジしていきましょう。 ではこちらが実際の本試験問題です平成22年の問題とえ平成18年の問題ですねで先ほどの講義で解けるかどうか講義を聞いて記憶したこれは本試験問題解けるようにするためです合格するためですですから実際に本試験問題が解けるかどうかチャレンジをしてくださいどうぞ いかがでしたでしょうかではまず一つ目の問題です、えー、こちらはですね3行目 a の氏名のみを記載しということで、えー、件名で a の名前本人の名前しか出しておりませんで本人の名前しか出さなくても件名にはなるんですねですから a に対して効力を生じる丸ということになります正しい選択肢ということになりましたでは2つ目ですで2つ目は A の代理人 B は A のためにすることを示さずにということで懸命しなかったわけです懸命をしなかった場合には原則として契約は代理人と相手方のための契約になるわけですけれども今回は相手方 C が知っていたわけですね。 相手方 C, C が知ってた時には、件名がなかったときでも、AC 間の契約の効果が帰属することになります。A と C の間の契約になります。ですから A は当該マンションの所有権を取得することができるで、丸ということになりました。こちらも正しい選択肢ということになります。いかがだったでしょうか。えー、問題が解けましたでしょうか。はい復習体験いかがだったでしょうか。 この復習はですね今15分の講義を5分間で復習してもらいました実際のレックの講義は3時間ありますですから3時間の講義であれば1時間で復習してもらうことになります今の復習がしっかりできた方は3時間の講義が1時間でできることになります でちょっと時間が足りなかったよもう少し復習時間欲しいよという方も3時間の講義1時間半、2時間で復習することができるはずです実際にはですね週2コマ、3コマというペースで進んでいきますから復習時間もっと取れますで1時間でしっかり復習できるという方は残りの時間を過去問の練習に当ててみたり前の分野を復習したりすることができますから安心して勉強が進められるかなというふうに思います。 でえー、復習というものはです、ね、やはり何回も何回もやっていくに限ります、えー、記憶というものは1回で覚えられる人はいませんですから1回の講義を聞いてその中で、えー、お話をしたことがすべて、えー、覚えられるようであれば本試験きちんとクリアできるんですね。 ただ人間というのはあ次のことを覚えると前のことを忘れてしまうという性質がありますからやはり繰り返し繰り返し復習する必要がありますそのためには今言ったようにえ復習時間をきちっと守って、えー、残りの時間で前の科目を復習する、えー、携帯小書,書士のようなまとめ本を使って何回も何回も同じ情報に触れるということが非常に重要になります一回で覚えられる人はいないんだということですねその点は皆さん平等ですから何回も繰り返し、えー、合格したであればやっぱり携帯小書,書士なんかを 隙間時間を使って会社の昼休みだとかあそういう時間も使ってあるいは行き帰りの電車の中も使って何回も復習をしております1回で覚えられる人はいませんしっかり何回も復習をしていただきたいというふうに思います、えー、復習体験を今回はしてもらいました実際の講義でも同じように復習をしていけばですね復習できますので安心して講義の参加して合格を目指していただければというふうに思います 司法書士の勉強のやり方がよく分かった、復習の仕方がよく分かったという方もいると思います。えこれならできると思った方はぜひえレック各本校の窓口、えコールセンターの方にご連絡をいただければと思います。えこれから一緒に勉強していきましょう。